何何何、あのブランドバイヤーズってお店覚えてますか？いや知らん。え知らない会場なんです。結構動画で反響あったらしくて、ほうほうほう、やっぱ抜き打ちチェックがこう必要なんじゃないかなっていうことで。あーなるほどね。確かに前回僕27万円の買い物させられましたからねまあまあ自分が選んで買ったんですけども、うん、最近このシリーズやってるじゃないですか、ぼったくりチェック、うん、これ店からしたら悲惨ですよね。失礼極まりないと、まあ、一応ね許可いただいてるんでこのチェックはね。前回の動画で大反響いただき、店としてはやっぱお客さんが黙ってきちゃうと、うんうん、値段高くしがちじゃない？俺ならするもん品揃えとかもどう変わってるかちょっと分かんないんで、最初にチェックの方していきたいなと思います。はい、どうだろうね、柄悪くなってるかな。いやーちょっと怖いな。僕はあんまり面識が浅いからね。動画見ただけだもんね。そうどうせタトゥーバッチバチに入ったら怖い行ってみましょう。はい、わー怖い怖い、手振ってるお疲れ様です。今回中学の先輩です今日はぼったくりチェック、はい、来ましたよ。どうですか？あ、ぼったくりなんだよ、うちまあまあ、前回お店反響あったということで取材させていただくのでちょっと覚悟してください。いらっしゃいませ。はい、というわけでね、刺身ですね、この感じ。なんか変わってたりするもん、すでに。いや変わったと言ったらこれじゃない、うん、このね、位置んこの位置なんかやだなって方で、はい、じゃあ行きましょう。まずこちらね、スプリーム。ちょっと昔とかね、東京のお店とか40万とかで置いてました。18万9千円安いです。安い。最近増えたよね、こういうのも。そういう似てるやつ着てる人いるけど、ね、それじゃない、先駆けみたいなとこありますよね。ああなるほどね。はい、こちらじゃん、はい、デニム。これね、次のシリーズは確かもじもじくんだったね。ああ、そう行ったやつね。そうそうそう、最近ではもうやっぱりね、ノースウェイスト行ったらデニムとか結構あるじゃん。あるあるある。最近はね、そういったのもあったけど、当時はもう衝撃的です、うん、素晴らしいと思うんですけども、これもね11万5000円ぐらいですね。それも安めってこと？まあ普通かな。どうだろうな、安いですか15万だよ。ああ、確かにもう置いてないですもんね、これ。こんなに人気なんだ。ストック X とかでももうないんじゃない。ここら辺はなんかシュプリームボックスロゴシリーズみたいな感じですね、うん、めちゃめちゃハイプーなものみたいな感じ。懐かしい。マスターマインドだ。24,900 円ですね。これめちゃめちゃ懐かしい。結構ね、うん、質いいんですよ。結構革とかしっかりしてる。そうそうそう、結構しっかりしてる。ここコンバースシリーズかな。コンバースとバンズシリーズかな。スケシューみたいな感じです。ここら辺はね、僕のモンクレールを見つけた場所ですね。ここら辺は黒ティーですね、うん、もう。こんだけあるとやっぱ悩むよね。わ、このシュプリーム6900円だ、これ。安っ。アンチソーシャルとかは8900円とかでも売ってますし。数多いなね。シュプリームの方が割と安いですね、このお店。売りに来るお客さんがいっぱいいるから。あ、なるほどね。そうそうそう。ヴィンテージ T シャツのお店行った後だからさ、うん、安すぎない確かに。安く感じちゃうよね。これだってあの T シャツ1枚これ全部買えるでしょ。そのぐらいかな、金額的に。金持ちの人ってすごいですね。髪のプシ、髪のプシ。見た目よりガワガワしてないですよね、なんか。そんな感じ。普通のプリント。あ、本当だ。ちょっと騙されますよ、なんかシャカシャカしてるのかなって。全然、俺が普段着てる方の方がよほどシャカシャカしてるこれね、109,900円ですね。意外と安い。モノ株とかでもスニダンとかで買っても13万円ぐらいはするかなって感じ。あ、しちゃうんだ、そのぐらい。サイズはミディアムですね。ちょっと前に、ねうん、話題になったノースフェイスですね、これ、アメリカ5万2000円ですね。まあまあまあ安いです、これ。手頃な値段。もともと高いからね。確かね、日本での販売なかったような気がしますね。あ、じゃあその値段で買えるとめちゃめちゃ安い。なんか海外限定での販売かなって感じ。割とね、完売早かったですよ、これ。はい、こちら、スニーカーですね。これ、かわいいな。これパテントになってんだけど、UNC のやつなんですよ。これ4万2900円ですね。おぉ。あんま見ないよね、これね。見たことない。こういうカラーは死ぬほど見たことない。そう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 。これ安いよ、トロ君でも買えますよ。これ11,900円。おぉ、 SB ダンク、 SB ダンクだ。これね、多分スケボーしてないですね、これは。してない、削れてない。削れてないから、今からでも全然。29センチです。あー、ちょっとでかすぎるから中にインソールガッシガシに詰めて履けますよ。まあ危ないからね、サイズ合わないとね、スケボーとかと、うんうん、これ最近発売されたダンカイのオールスターですね、27.5。綺麗だね。その黒いところ、それそんな感じなんだ。なんかあるよね、こういうギター。あるあるある。木目になってんのね。かっこいい ね。意外と安いですね。23,900円。あ、ほんとだ。あんまりプレーネも行ってないのかな。でもほんと安い感じしますよね、これ。高見えするけどね、すごい、ね、わー、すごい古いのも来ました。あ、それ古いんだ。2003年のモデルです。おー、これね、29,900円。あれ意外と安いよね、うん、だって十何年前のモデルでしょ、これ、うん、古いモデルも案外あるんですね。
ラウンドトゥー感あるからさ、回転率が速いから最新のものとかでいっぱい揃ってるのかなって思ったけど、古いのもやっぱり結構あるんですね。これもあれじゃない、新品じゃない、もうそのままあるんだ。そうそうそう、8万円ですね。約8万円。この店ってさ、ほとんどオンラインで置いてるかなって感じしますね。これとかも安いぞ。痛いけど、1万7900円。おー安い。こちらダイヤモンドサプライズ、これ履けるじゃん。26.5だよ。あ、7.5だっけ。そう、7.5。まあ小指ぐらいいらないっしょ。危ない危ない。3万900円、安いっすね。これ僕黒持ってないんで、ちょっといいなって毎回思いますね。じゃあ小指とちょっと親指取っていただいて。俺は多分もう前全部さっきからとくでかいのはなかなかないんですね。あ、まあでかいダンクって店も置きづらくないですか。確かにね。これね、これ安いんですよ、ケンタッキー。海外だと大体6万とか関税込みだとしちゃうから、これ安い。だからめちゃめちゃ上がった、ケンタッキーに関しては。へー、チアキースもめちゃめちゃ上がったけど、これめちゃめちゃ上がった。このね、ユニバーシティレッドもこれも上がってるんですよ。へー、42,900円ですね。意外と値段がね、全部全部このシリーズ上がってきてる。そうだね。そうそうそう、シンプルなオレンジ、赤、ブルーはマジで上がってる。こういうのはね、そんなに上がってない。だけどまあいつね、ダンクローはね上がるかわかんないから、まだ欲しいなと思ってる人は買い時をちょっと考えないといけないかなと思います。あ、何これ、白。白いね。東京だって。あ、本当だ、かっこいいな。かっこいいね、これめちゃめちゃかっこいいね。これ27っすね。おお、45,000円ですね。あんまこれ見たことないね。東京とかそういう地名はもっと特殊な見た目してるやつのイメージがある、ね、シンプルに洗練されたデザインです。ここはね、まあいろいろありますね。トラビスだったりとか、ダブルタップスだったり。あ、これ懐かしい、ランコステとシュプリームのコラボ。欲しかったけどね、買えなかったやつですね。あ、安い、15,900円。へえ、結構安い、普通に欲しい。そう、動画映ってる時そういうの履いてないけど、なんかそういうの似合ってるイメージ、身内の中では。夏とかね、結構ありかなと思いますよね。確かに。これちょっと普通にキープしましょう。で、ここが前回購入したベアブリック。もうないですかね、新しくなってる。転生されてますかね、ユニオンになってます。あ、意外と安い、このユニオン17万9000円ですね。今もっと高いですかね、これ。これだってもうソールドアウトって書いてあるよ、これ。すごい、全部ボコボコボコって売れてる。在庫は全部売れてるんですね。まあ、ほとんどね、オンラインでもあるからね、そっちもやっぱ皆さんにチェックしてもらいたいですね。ハロウィン、渋谷ハロウィン7900円。ね、安いね。安い。ストック X だと130ドルとかで、ここら辺2万円いってるのはそんなにない。これとか12,900円。へぇ、ワーテックス。まあここら辺はね、いつも通りのヤバヤバすぎる。ヤバヤバだね。なんかね、ぼったくってねえわ。ぼったくってるって言ってくださいよ。いや相変わらずなんですよ、キャラが成立しないです。逆に営業妨害ですよ。ね、安いし。ね、安い。ありがとうございます。ここ家賃払ってないですか。はい。なんかおすすめの商品とかってあります？おすすめ、はい、一押しのものみたいな。いや、カメラマンの方になんかおすすめしたいな。お僕ですか。スケレターを僕応援しますから、ね、本当ですか。お、いいじゃない、なんだカレーだ。大丈夫ですか、彼失業保険にも切ってますよ。おお、じゃあ、んお金あげ。じゃあ、待って。え、カンペいる、カンペ。いいよ、いいよ、いいよ。こんな負けてくれてるんだよ。でもめちゃめちゃ好きなんだよな、これ。あれでしょ。いや、ちょっと贅沢でいい。いや、でも好きな人好きだよね。いや、それめっちゃ好きだよ、それ。でもなんかね、最近セールとかやったらしいですよ、30% オフセールとか。あ、そういったセールの時にこういうものを買いに行った方が、ほら、え、ここのお店で、ん、マジですか。マジですか、マジですか。3万円ってこれ転売できますよ。僕を飛ぶっていう。やばい、めちゃめちゃぶれ。オーリーまだ練習中ですよ。僕のこと飛んでくれるとさ。やばい、そのプレッシャーの方が怖いな。どうする、どうする、それどうする。ああ、対決なしでも普通に欲しい。最近セールとかもやってたらしくて、うん、どんな内容でしたっけ。1万円以上のアパレルお買い上げで、はい、3万円以下のスニーカー全品 30% オフ。安っ。ロイヤルが22,000円とか。安っ。ファイングリーンが1万、まあ定価ぐらい。だからボルトも全部対象でした。22,000円でした。あ、これとかも12,000円とかで販売しましたよ。またやろうかな、じゃあ。本当ですか。じゃあ、うん、勝負して負けたらこの値段で買います。で、社長が負けたら、今これ相談ってことね。そうです、取ってないよね。あ、そうです。あ、使わないとかね。はいはい、使います、使います。オーケー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 。社長が負けたらセール、視聴者向けに。僕が負けたらセール、セール 5% でも。
20%。いやもう全然もうケンジ君の30%でも、ケンジ君 TV やったらもう頑張ります。やばいやばい。何勝負がいいですかね。俺ね、これ提案したいんですよ、はい、首の太さ対決。負けるわ、ね、それちょっと強気に。じゃあちょっと1時間考えた結果なんですけど、じゃんけんで。じゃんけんで、じゃんけんで、ね、僕が勝ったら買う、僕が負けたら皆さんに負けてセーブ、セーブ、オーケー。俺はどっちにしろ得っていう。いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン、じゃんけんポン、じゃんけんポン。よっしゃ。これパース。セーブしてばっかすもん。え？これパース。初期とパース。なんで負けちゃったんだよ。いや、負けてないっす。ん？負けてないっす。だってペンチを勝つんで。え？セル？そうだそうだ。いや、彼はでも夏のボーナスを気にしてるんですよ。じゃあこれ買います、はい、3万はちょっとあれなんで、うん、かわいそうなんで、ちょっとやっぱ給料とかも、いや、そうですね、買うんで、うん、普通に買ってくれると、その分視聴者のために、はい、安くしろよという感じですね。どうですか。わかりました、やりましょう。それからあのケンジ君の YouTube 見たって言わないと僕は安くしないよ。おー、確かに、うん、確かにね、あのケンジ君 YouTube 見たって人、確かに見たんで安くしろっていう、はい、それはもう、まあ、じゃあ堀江もこっちも両店やりましょう。本当ですか。スニーカーじゃあ値段によっては僕朝からずっと貼ってるんで、うん、じゃあもうみんな建築みたいになるよ。じゃあ買います、じゃあ買います、あ、あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんで俺が買うのっていうか。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで俺が助かります。評価券なんですけども149,900円に消費税入りましたけど、きっと分で、16万円出すと大丈夫です。消費税で半分ぐらいいっとるあとはあのタックスがうち別で 15% かかるのと、あとサービス料、あとチャージ、あと席料、あとフルーツも全部お金かかってますんで、トータルで一応もこれ、こちらでいらせていただきます。ガチのキャバクラ。ありがとうございます。新宿歌舞伎町。ありがとうございます。さあ給料か天引きしとくので、ちょっと、はい、という感じになります。ありがとうございます。どうですか、買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも約束通りセールしてもらいますよ。やりましょう。4月の29から5月の5日まで、まあ、ゴールデンウィーク黄金週間どうしましょう。全部 90% オフで。ハードルをめちゃめちゃ上げるっていう、3万円以下、抜き3万円以下の商品全品対象外なし 20% オフで。マジですか。あとはまあまあまだねコロナもあるので、はい、まあ、来れない方もね、ケンジ君も有名人やから行けないって方もいらっしゃると思うんで、まあ、スニーカーメインでオンライン特設会場も4月29日午後12時から午後12時、はい、やります。いいね、すごい、いいね、はい、いいんだけど後に殴られません。首だけほんまに締めてろ。そのために鍛えてた。本当に無理してません、ね、大丈夫ですか。大丈夫です、この首に免じて。ありがとうございます。ありがとうございます。こうやってね、お店行ってね、セールしてもらうっていうやつはちょっとね、これが断られるかもしれない、ね、店に。でも、やってくれると、僕差額は全部請求するみたいで。とりあえず、ゴールデンウィーク、はい、セールをやるので、ぜひね、今日紹介した在庫とかもだいぶ変わってくると思うんで、うん、めちゃ増やしてくれます。秘蔵のストックもいっぱい出しますよ。ここら辺、もうスペースなしぐらいに。ああ、もうやりましょう、やりましょう。なんか僕コスプレして、両店でお待ちしてます。この家と大阪、対象両方なんで、グランドバイヤーズと、グレートランド両店合同企画ですので、おお、はい、じゃあよろしくお願いします。概要欄の方に詳しい詳細やらマップやら全部載せるので、ぜひね行ってみてください。という感じで今回の動画終わりたいなと思います。この動画いいなと思ったり参考になったと思ったらグッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。